な、自由農園さん、花村にある蓼科自由農園さんに来ております。結構たくさんね人が来ています。直送ですね、産地直送の店です。寒天取れるわけじゃないけど、天草はほら海で取れるから、それをこうやって干して乾かすのにいい気候ということで。なるほど。であの寒天パパさんとか作ってる会社もこっちの、はい、寒天パパさん、これもそうですね。あ、寒天パパさん、そうですね。そう、朝どれのね、もうちょうどね季節ですもんね。ホワイト、あ、このホワイトも美味しいよね、これなんて読むんですか、これすごい、わかんない、珍しいな、なんて読むの、フルーティーでコクのあるスイートコーン、ね、あ、これだ、これがほら、そう書いてある、違うのね、珍しい名前です、うん、わ、ルバーブ素晴らしい、これ赤いのもこんなにたくさんある、ここね、富士見ってルバーブ本当有名なの、やっぱり赤い方が高級だね、すごいお値段が全然違う、クレソン、クレソン130円のクレソン、安い、めちゃくちゃ新鮮だし美味しいからね、クレソンってすぐふん、あの、しんなりになっちゃうもんね、お店で買うとね、リーキの、リーキじゃない、これは長ネギか、長ネギの大きさがすごいね、すごい大きいし新鮮、この大量に入ったこれすごい、これはすごい、ちょっとあの新ニンニクだね、これはね、200円ですって、でしかもこっちも200円、安い、これはいいわね、これいいね、新ニンニクってさ芽が取らなくていいからさ、すごいいいよね、香りはやっぱり薄い、買っていこう、シーズンですね、ビーツもある、こんな立派なビーツ、すごい小さいのビーツの山、小さいの大きなビーツね、私あのオーブンでよくやる、あのすごいめちょっと珍しいもの、赤売り、なんかキュウリみたいだけど、初めて見て、私も初めてだね、キュウリの原種、おことってね、この地域のね、あの地区の名前なのね、皮を剥いて中綿を取ってスライスして、おかか醤油で美味しい、あー、なるほど、じゃあもうこれ生でいけるのかな、ちょっと試してみよう、お蕎麦がありましたね、こちらね、蕎麦粉は名産ですよね、けどこれなんだか高橋のりこさんがねおすすめだそうです。おすすめです。もうこれすごいおすすめらしいですよ。もう十割そば。そばといえばこれ。そばといえばこれなんだ。そば湯もとても美味しい。あ、このメーカーの。はい、これはじゃあちょっとぜひ、あの私もちょっといくつか買っていきたいと思います。はい。これはすごい。やっぱりなめこ。ちょっと。すごい、一つ買っていこうと思います、なんかいろいろ欲しくなっちゃう、キノコ類もいいみたいですね、ちょっとこれカゴの中に入れちゃおう、いろいろだんだん溜まってきましたね、これ有名だそうです、これセロリね、セロリ、やっぱあのすごいセロリがこうなるんだ、そうそう、なるほど、美味しそうだね、なんかこう塩漬けにすればいいよね、お土産にも喜ばれます、さっぱりしてるから、そう、そんなしょっぱくない、やっぱりさ、お漬物に合うよね、セロリって、あ、これはすごい、あった、地元の醤油がずらりと並んでます、
すごい。見たことないような。